私はアシモです。ハローエブリワン、アイムアシモ。ようこそこんなブースにお越しくださいました。私は女が作り出したヒューマノイドロボットアシモです。女は創業以来バイクや車など人が人に会いに行く移動の喜びを追い求めてきました。その思いから私を生み出したホンダロボキッスの技術も研究されてきたのです。その自由な移動の喜びへの思いがついにはジェット機まで作り出したのです。そんな思いで様々な移動の喜びを研究開発してきたホンダは、人に役立つ今までにない移動する技術も考えています。その一つがこちらのユニカブベータです。実は皆さん人間は意識していないかもしれませんが、私も皆さんと同じようにこうして立っている時も常にバランスをとっており、そのバランスをとる技術により片足でケンケンもできます。私アシモで研究されたこのバランスを取る技術から生まれたユニカブベータは、誰もがすぐに乗れて自分のバランスを変えるだけで移動できる乗り物です。こうして椅子のように腰掛けるだけですから、両手自由に歩行する人と同じ場所を安心して移動できます。そのため室内空間を走ることも問題ありません。このユニカブベータは6年以上の開発により、今お台場の日本科学未来館やミラノ万博の日本館で実際に使われたり、さまざまなイベントで多くの方に乗っていただくことで実用化を進めています。そしてホンダは今度一人で移動する乗り物も考えています。それがワンダーウォーカーです。ワンダーウォーカーは屋内から屋外まで行き来ができるだけでなく、エレベーターや電車の改札を通ることもでき、人の中を移動できる新しい乗り物です。タブレットがキーになっていますから、ナビで居場所も教えてくれます。乗り降りはお迎えシートの回転、このシートがアップダウンもするのでとっても便利です。そしてこうしてハンドルを切ると、なんとその場で回転します。狭い場所や人混みの中でも方向転換が楽々です。いかがでしたでしょうか。車やバイクだけでなく、ジェット機やボート、さらにご覧いただいた一人で移動する新しい乗り物まで、ホンダは移動の喜びや自由を広めるアイデアをこれからも研究開発し続けていきます。人に役立つないものを作る、ホンダの思いはまだまだ広がっていきます。ご期待ください。ありがとうございました。